はいということで今回かまあほぼほぼちょっと一瞬お風呂に入って今入ってちょっと時間がなくてスキンケアができてないから少しスキンケアをしながら話しますねえー、今回ちょっと今度こそちゃんとイベントの配信ということで今回もうちょっとよいしょ 壁に近いところで話したいな。キュッキュッキュッ。はい、今回えーとイベントに参加することにしました。イエーイ。じゃあさっきもね、まあ一応あ,あちなみにこのは枠は九時四十五分までやるのでちょっと九時四十五分四十分くらいになったら。 じゃ教えていただけると助かります。あそこにアップルウォッチがあるので取りに行かないと時間が。マクさんありがとう。はい、今回イベントに参加することにしました。イエーイえー、っとですね、じゃあこの45分でやることもこのこの配信の幕の目標は。 えーまあ、イベントについて話して改めてちょっとさっき話したんだけどさっきはゲリラだったので今回はちゃんとね話してえー、えー、っとですねえっ、ー、あハッシュタグを決めて公約とかまで決めれたら嬉しいなと思いますあ,ありがとうみんな欲しいとカウントしてねはい今は8位 えーと7位まで5万8,000ポイントおおひなぎさんリグハートはい、まあ、今回参加しようって思ったまずきっかけから<笑>,笑い方きっかけを話しますかいっぱいいろんな理由が重なって参加しようと思ったんですけど まず普通に雑誌にファッション雑誌というものに出たことがないから出てみたかったっていうのとそう「ああそうそう花火がありがとう」あとっていうのもありますしそういうとこ目指したらちょっと最近体型の管理がおろそかになってるからそこにスイッチを入れたいなっていうのもあったりとかしてそれで普通にファッション雑誌に普通に純粋に出たいっていう気持ちと。 最近自分が「うどさんありがとう」と「スーさ花びら」たくさんありがとう最近なんか自分は舞台とかも忙しかったこともあるんだけどなんかファンの方とのなんか距離がちょっと相手はないんだけどなんかファンの方との前よりファンの方と宇多田の交流というか <laughs> そういうのがちょっと少なくなってしまったなと。 思って、モデルに会ともううれしい痩せるもちもちさにが花びらそうなって思ってなんか最近配信とかもあんましできてなかったからなかこのきっかけにちょっとねみんなとの交流が増えたらいいなって思ったし思ったのもあったりあとはなんか いろんなことが自分やらないとって思いながらいろんなことができなくて怒ったって怒ったっている怒ったるたまあちょっとサボってるなって思ってる自分がいてでもなんか動けないみたいな状態が最近数ヶ月ずっと続いててちょっとそんな自分を少し。 変えたい変えたい変えたいと思いながらなんか行動に移せない自分がいてそんな、まあ、自分がずっと嫌だなって思いながらもなんか変われないなーってあーなんかっていう負のループにね入ってしまってたからだからああこの弁当でちょっとだけでもこの負のループからね抜け出して自分を奮い立たせられたらな。 でも正直それが一番大きな理由かもしれないそうっていうのはある、まあ、もしかしたらユーカッとマークヒカチュープサんリガファーなんか私はすごいいつもだから今回のイベントもそうなっちゃうんじゃないかなって思って怖い部分は今もあるんですけど。 でもまあ行動してみないと変わらないかなって思ったのでまあ空回りするなら空か,から回りながら何か引っかかったらいいなっていう思って今回参加することにしましたえーっと目指せトップ3以内を目指してえなかなか難しい戦いだとは思うんですけど楽しく過ごせたらなと。 思いますはい今日はそんな感じでイベントに参加ししようと思いましたファンの方もただこのイベントでファンの方がピリピリしてほしくはないのでそれだと本末転倒というかあれなのであの楽しくいきましょうまあなんか楽しくって言われてもって話だとは思うんだけど できるだけけ楽しくいけたらなと思いますスケジュール的には、まあ、正直私ずっとショールームイベント参加したいなと思ってたんですよ2年前くらいのクリスマスあたりで1回ショールームイベントをしたんですけどうどさんが花びらそうショールームイベントしたんですけどそれから全然なんかいい感じにね忙しい時にショールームイベントが開催されてあこれ全然1週間全くできないわみたいな時とかに多くて。 なかなかねあやりたいと思っても参加できなくてで今回も正直100%のスケジュールではないんですよ全然今も愛媛にいて「ジョマイラブ!」に出演するんですけど今回イベントこの企画中にあのあのあ,あ首が <laughs> はいあの たりとかするからまあ100%ではできないんですけどまあでもこそうですねまあでも、まあ、今回4マ選ぶが3日までなのかなそう3日までで「ジュエンさんありがとう」3日まで公演があってまあ4日以降六まあ6日までなんですけどこのイベントまあ四五6は特にないと。 まあ、特にないわけではないんだけどまあ大丈夫かなっていうのと、まあ、今回は、まあ、3時間3時間だから配信自体でき,できるのは、まあ、3時間をうまく、まあ、毎日一日中っていうふうにはしなくても3時間うまく,くやれるかなっていうふうに思ったので参加しようかなと思いました。 はい、お寿司さんありがとう。そうです。もうちょっとマックヒカチュウさんありがとうございます。そう、参加しようかなって、風に思ったということでござる。<laughs> だからまあ、ちょっとなんかもっといい。タイムスケジュールあ,あるよ。とかなるかもしれないけど。まあ、楽しくね。あまあ、最善のタイムスケジュールを組むことは難しいんですが。 楽しくねできたらなと思いますえう、ー、嬉しい AKB がネオで気になってたのうれしいそうカウントはこれでいいんだふう体調は気をつけて皆さんもまあそんな感じでイベントには参加しようと思いました皆さん他になんか質問とかありますかちょっとあの時間が分からないのでアップロードをやって,てます 携帯ちょっとまだね久しぶりすぎてちょっとあんましちょっとまだ試行錯誤中はい質問いあの普通に質問を送ってきてください昼ご飯は肉食べましたあっあとみんな大事なこと忘れてたあのもし私に星とかこうポイントを加算するためにカウントとかギフトを投げてくださってる方は Twitter だったっけなに連携しないと確か反映されなくてあと複数アカウント持ってる方も複数アカウントはダメみたいなのがあるらしくてサブアカウントはダメとかだから気をつけてくださいあの自分のアカウントを連携したりとかちょっと気をつけてくださいねギフトはイベントに反映されます腕に跡ついてる嘘どれ どどもついいてないですけど何の音やあこれん見えないな SMS 認証か電話番号認証かそうそれだそれしないと反映されないのだからそこだけは気をつけて。 それは気をつけてください。したよー。ありがとう。ちなみに今は8位ですね。えー、っと、8位で、次の順位まで。3万6000ポイント。お近づいてきた。SL さんありが花びら確認してくる。ありがとうを確認しに行ってくれて。っていう感じかな。っていうことで、ハッシュタグをね。 あっあ,あともし星とかギフトとか何かを私に投げようと思ってくださった方は10連チャンで投げていただくと1.2倍になるんですよ普通のポイントが1.2倍になるからもしこう10個投げようと思ったらバラバラに投げるんじゃなくて10個パン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 って投げた方がポイントが1.2倍になるのでぜひ投げてあげるか星投げてあげるかギフト投げてあげるかともし思ってくださった方は。 あの連続で投げていただけると、ポイントが一点二倍になります。アドッチさん、だるまありがとう。SL さん、ありが花びら、ワクさん、ありがとう。かな。わさびさん、ありが。ええ、びっくりした。花びら、やっぱり降ってきてびっくりした。今わさびさん。星投げ完了しました。ありがとう。五十完了しました。な、花びらぶわーって降ってきてびっくりした。そうですね。そんな感じで。 この,この枠この枠があと30分間あるからこの枠の中で間に7位に上がれるかな。枠さんありがとう。い,いありがとう。そんな感じでこの枠はハッシュタグを決めたいのでじゃ早速ハッシュタグを決めていこうと思います。えー、皆さんハッシュタグどんながいいでしょうか えー、もう私がポンって考えちゃいましょうかね何がいいですかねお上浄瑚農産200回目の訪問は久しぶりミニ発発ハツし を SMS 認証してなかった。まあまあ、一回、校のタイミングで気づいてよかったぜ。お万八千百1 5 5ポイント。うん、明日シ決めます。<laughs> 違います。えー、立ち上がる歌だ。<laughs> ダサいかな。は ちなみに次の配信は 10, あ10時からします。10時から筋トレ配信します。どのギフトでも反映されるはずだと思いますけど、あれちょっとスコアツくまだ確認ちゃんとできてないので、ちょっと確認した方がいいかもだけど、多分普段の勝負メトだったら何でも大丈夫だったはず。ただちょっと分かんないから分かんないことはちょっと後で調べます。 初鉄はここでよそこまでジョンマイラブ持ってくるの。エースのアンペアット・マクユーさん、ありが、花びら。まあ、これは、あの、ちょっとジョンマイラブとは全く関係ないんで、宇多田初かの名前でいきましょう。エースのペアット・ーさん、ありが、ジョンマイラブ大好きだけれども。あ、宇多田の3時間、なんかシュールでいいね。エースのアンペアット・マクユーさん、ありが、花びら。筋トレ歌だ。あ <laughs> 覚醒歌田1週間、 疑々の一週間一週間一週間か一週間改善プログラム <laughs> 伝わりにくいはしたけどこんばんはそうあそうこれはギフトとかも星とか 10個投げようって思ったら分けるより長くたくさんな分けるより10連で行った方があの1.2倍になる7位だまだ7位ってなくないまだ8位だぞ私のだえー、何でしょうか宇多田初か覚醒の1週間 <laughs> なんかすごい中二病や そ12秒やなちょっと決めないといけないあっ十分一のる分どうしようかなそうそうそう例えばだけそうタワーを例えば投げるってなったらタワー投げるよりそうその十分の一のやつを十回やった方が1.2倍になるからタワーが1万ポイントだったらそっちよりタ,タワー1万ポイントより1,000ポイントの10回投げた方が1万2,000ポイントになるっていう。 そうそうそううんそうそうねちょっとハッシュタグ考える配信してますみんなでハッシュタグとかを考える過程とかも私は大切だと思うからそれはちょっと論点が違うんじゃないかなとおたは思うので語るそうですね「覚醒うただプロジェクトおいいですね」トゥ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  学生歌ダプロジェクトなんかでも自分で言うの恥ずかしいな <laughs>「歌ダのセブンデイズああ無難無難でいいねへえっそんなまさか来ると思うふえええ、なんかだめだ始めるって自分えキ、えーちゃん 一番だよ。えー、ありがとう。ありがくまちゃんのタワーちゃん。ありがくまタワー。こんなくまちゃんなんだね。えー、なんか、いざみんながこうやってなるとなんかダメだめだ、ま。ありがとう。嬉しいよ。ありがとう。ちゃんとメモっとかないとだね。ちょっと待ってて。忘れないように紙取ってこようよ。あ前イヒーギさんがタワー投げてくれたのも紙まだ書いてないから、一緒に書いてこう。 ちょっとあんま揃ってないからまたお家帰ったらまとめて書かせてもらってもいいかなあまあそれかこの配信イベントの配信が終わったらイベントの配信が終わったらあのまとめて紙とかで書いたりとかはしますねありがとうちょっと柊さんが前 1>, 1週間前くらい分かんないんだけど覚えてないんだけどちょっと前の配信でタワーくださって名前書きますねって,って書いてないんで平木さんも入れつきますありがとうえあそうなんだ宇多田あ待って20日二十歳になるじゃん7月8日でちょうど二十歳まで1ヶ月だから宇多田二十日あ二十歳宇多田 歌田二十歳の挑戦ん二十歳二十歳だからなんか節目やん二十歳だからちょっと二十歳になるんだからちょっと自分を変えたいという感じのハッシュタグないかな二十歳のうただ二十か二十歳全然関係ないなハッシュタグ全然イベントと関係なくなっちゃった二十か うーんなんかね「頑張るぞ」的なハッシュタグだったらいいかなと思うからそうこの雑誌にデザインっていうのはもちろんあるんだけどなんかでも20日的にはこう「う頑張るぞ」的なハッシュタグ系がいいかなと思ってるハッシュタグは何だろうなんかみんながハッシュタグ見て「なんか一致団結だぜ」みたいなハッシュタグ系がいいかなと思ってるんだけど。 でもみんなが別にその雑誌とつなげたいと思う人が多かったら私はそっちでも大丈夫ですよはいどちらでも大丈夫ですただちょっとあまりああ歌だ歌だあ10代ラストの挑戦とかありじゃねちょっと長いけどちょっと UF u f は宇多田ハツカも入れてね宇多田ハツカも u f の中に u f あ、宇多まあでも宇多田宇多田ちょっとなんか。おなツとちゃんこういうのセンスないんだよな。ちょっとなんかかわいいの、かわいいのってなんだ難しいな。 ひなぎさんありがとうありがとうかわいなんて難しくねなんやろうちょ,っとちょっとちゃうなぁひ <laughs> なぎさんありがとうありがとううんなんだろう難しいなかわいいなんて難しいね 夏20日頑張る顔なのにかわいい夏2日でも確かに十代ラストの挑戦だねこれは多分十代そうだねえ何これああ6位になったってことえやった やった6位になった嬉しいこの枠の中で6位になりたいなってさっきっ6位になったやったみんなありがとうあ宇多田初」か「ラストティーン」の伝説あなんかかっこいい <laughs> 伝説って言っちゃったあれかかっこいいでもなんか <laughs>「宇多田初」か「ラストのティーン」<laughs> 何も関係ない 何か関係ない。10代。宇た田,田宇たラストティーンの挑戦。あなんかうまくまとまった可愛くなくてごめん。<laughs> 可愛くないけどごめん。宇ただ、ラストティーンの挑戦。なんかラストティーン、10代よりラストティーンの方がでもなんかハッシュタグ長いかな。でも一回。どうも。長くても一旦。 教えてください。なんやろ、難しいですね。なんだろうな。ちょっと、さっき始めが九時にして、ちょっとぴったりにやっちゃうと、もしかしたら。あの、カウントが一時間更新されてないかも。そうって言われたが、書いてあったから、ちょっと次。十時一分から始めるね。 で次は11時2分から始めるね。秀ぎさんにハートひ秀ぎさんにがはのびらめがかゆい目がかゆい。 目がかゆいよー目がかゆい、うん、はずか。 初夏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 夏雑誌で歌を見たいわ、まあ、それが全部なんかなんかつけれる余裕がある人え難しい眠くなってきちゃ <laughs> まだいいまだ9時なのに <laughs> ちょっと眠くなってきちゃ まだ二十歳じゃないからスタートラストティーン難しいね難しいね難しいね難しいな かラストのディーンこれはさ一旦さ持ち帰ってツイッターで募集してちょっとみんながそのツイッターのコメント見て何個か私がこれいいなと思ったのを絞らせてもらって投票にするのがいい気もしてきたこの感じだと。にしようかなちょっとこの配信終わったらこのイベントのハッシュタグどう の募集しますっていうツイートするんでそこにこういうのどうですかってつぶやいていただいたら私がその明日くらいにちょっと投票明日くらいにまあ今日この配信今日の枠全部終わった時にえ4つ選ばせてもらうのでそこから投票にしてツイッターでで明日また明日のどっかの枠の配信で決めたいと思います。でいいでしょうかねちょっとこの配信じゃちょっと私も。 なかなか皆さん素敵なハッシュタグを考えていただいてちょっと決められなさそうだった。<laughs> キャンさんありがいすということで次公約ですね。公約を考えていこうと思います。公約は私はでも何個か考えたくて、まあ、まず1位は1位の公約2位の公約3の公約はもちろん。 考えるんだけどプラスじゃあ惜しかったワンチャン賞で4位も考えようかなと思うでもワンチャン賞なんでそんないい公約にはしませんよ <laughs> と思いますやっぱ1位はちょっとどでかいもうがいいよね何が嬉しいかなみんな 何だと嬉しいかなあ,あ待って目が悪くて見えないけどおっ5位まで6万6000になってる1万ポイントさっきより縮まってるうるぴ次の枠で5位になりたいねコスプレ配信 えー、筋トレ配信、筋トレ配信も今回の枠、今回のショールームブームでたくさんするよ。だから安心して。でも今、星集めでめっちゃ新しく来てくれてる人がいっぱいいて、初訪問がいっぱいん。じゃあ今考えてるのは、例えばその、十何時間配信とか、 十何時間配信。で、その中でコスプレ配信とかするとかか、なんかコンサート、ショールームでコンサートみたいなことします。っていうのか、みたいな考えてます。どれがいいですかね。あ、直きさん、ありがとう。レインボースター、ありがとう。どれがいいんですかね。みんなときにどれがいいですか でも1位だよ無理しないでねって言っても1位になったらさ絶対さファンの方無理しちゃってると思うんだよもし1位になったらねだからそれは私無理するしかないよね <laughs> 無理するしかないよね1位になった時の公約だから1位は え難しいあーごめんなさい水着の配信は禁止されてるんです事務所 NG なんでそこは無理なんですごめんなさい妹ちゃん顔出し配信それはちょっとあの普通に顔出しするのは一般の方が 常識的に危ないので、そこは関係なく絶対医師も医師をしますで、ごめんなさいね。あの私のウタだ,だけのウタだ,だけのっていうか二十日のウタだ二十日の方針としては妹の顔は出さないっていう方針なので、残念ながら。吉富さん、ありがとう。パッションショーしてほしい。 あれだね、1円あったらみんなが今言ったものを全部詰め込んで配信するあんま魅力的に感じないかの、no. UF 顔出し配信もうそれはもう皆さん全然していいならどうぞどうぞしましょううん何がいいかな やっぱ12時間配信とか。なんかつまらんのか。なんかアイディア的にちょっとつまらないか。ありがちっちゃありがちかな。でもありがちなもんがいいっちゃいいか。うん。お父さんありがとありありがちだけどそれがいいみたいなとこあるか。<coughs> <coughs> けどあアおさんありがはっと難しいね難しい難しいな 現実的なものでお願いいたす。わ <laughs>、うん、かった今上がってたものを全部まとめて投票で一番多かったものから1、2、3にするとか。ああ、わかった今から投票してトップ。 3に上がったもので1位だったら3つやる2位だったら2つやる3位だったら1つやるとかはいちゃんありじゃねかなそんなんオないじゃあそんな感じでいきますかうんあれ 下がっちゃったあれ下がっっちゃった抜かされちゃった誰かにシュボンでもランク6位まであと6んうん急に変わっちゃったねまあいいやえっ、ー、とコスプレちょっと眠くなってきちゃった <laughs> ちょっと眠くなってきちゃった コースプレー。うるさいありがはのびのえっとコンサート。 コンサーとえーっと料理ええとあとファッションショーえっと何か出てきたのかな この時間いつも眠いという感じだね <laughs> この時間いつもね眠気が出ちゃう時間なんだよねいつもこの時間に一瞬お昼寝してお風呂入ったりとかする うーん、こんな感じだったっけなんかもうちょっと今のうちだったら間に合うぜ。カラオケはまあライブと同じかな。<laughs> <laughs> お昼の時間じゃないか、仮眠だわ。15分とも30分くらい寝て。他何かあるかな メイク配信絶対興味ないやろまあ入れとくだけ入れとくけど本気メイク配信にしよう絶対男性はあんまし興味ない方がいい気がするちょっとこれも時間内に決めれなさそうだからちょっと一旦保留ねちょっとまた15分後に配信終わったら15分後にまた復活するんで。 ちょっとその時にもでものこれやってほしいなーっていうの考えていてください私も考えますコラボ配信 んなもんかくじさんどハプネプねパンジーパンジー配信ああぼーー <laughs> うさりご花びらビラありがとなとはいん足つぼ あそれ今日ミスったとか何してるんだろう ?39 分42分くらいあったら一旦ランキング読みますパパパパパパおもろ動画配信えこのメガネ昨日ぶっ壊したの私 なんか気づかないうちに踏んでたらしくてメガネがどえらい角度に曲がっててどっちももうこれがもうピーンとこんなんなっててあもう終わったわ買い直しだわと思ったけどテレ自力で直しましたミス配信ちょっと LINE 既読つけてーってわさぴさんおえすげえ花びらいっぱいありがとう はーい。<laughs> うん。直した。一回諦めようかと思った。もう、でもいかん、え、わかんないよね、壊れてたの。わかるわかるこれ、歪んでるちょっと歪んでると思うんだけど。あんま気になんないよね。余裕がない、ゆうちゃんさえりがんぷ。リ すごい可愛い時があるの。ずるいえ。可愛い時。ずるいね。こんな気持ちにないでしょう。白雪姫はキスを待ってる。ありがとう。もう会わない人。今も

応援っていうのは無理してするもんじゃなくて応援したいって思ったからするものだからなんか無理して悩むくらいなら一旦距離を置くのも別に私はいいと思います楽しく応援するのが一番いいと思うから私も分かんなかったに20日のことはあんま好きじゃないけどなんかやっぱり無理して応援するわだって言われたらあんまりう嬉しくないしねそうだから応援したいと思う日がいつか来るかもしれないからその時まで距離を置いていいと思いますよそういうね 嫌な記憶が蘇いてしまうんだろうチコミントさんまあもちろん応援してもらえたらアイドルとしては嬉しいですけどチコミントさんありがとうちゃん次の予定よでもきっとさめイみイさんわかんないけどさいろんなメンバーにこの質問してるやろわ <laughs> かんないけどしてそう私初めてじゃないでしょ <laughs> 初めてじゃないでしょうみんなどういまあいろんなメンバーの意見聞いて一番いいなと思ったものしたらいいと思いますよんトゥルトゥー過ぎすぎて辛いだその好きをメンバーにぶつけてめっちゃっいいよ目の意味は 拾っってもらえなかったうん多分じゃあどうやったらコメント拾えてもらえるかあその前にランキング見まーす13位まくりざしさんまくりざしパッピアポコーさんまくりざしさんありがとうございます12位もぎかつさんもぎかつさんありがとうございます11位こうちゃまさんこうちゃまさんありがとうございます10位 SL さん SL さんありがとうございます9位ジェンヤさんジェンヤさんありがとうございます 8位、スーさん。スーさん、ありがとうございます。え7位、ヒイラギさん。ヒイラギさん、ありがとうございます。え6位、エースのワンペアットマーク。ユウエブさん。エースのワンペアさん、ありがとうございます。5位、直オさん。直オさん、ありがとうございます。4位、ウサッピさん。ウサッピさん、ありがとうございます。3位、キャンさん。キャンさん、ありがとうございます。2位、ワクさん。ワクさん、ありがとうございます。そして1位は、キーチャットマーク。1番だよ、ウレピーン。カマッチのタワーもありがとう。ありがとうございます。 ででうん多分拾ってもらえなかったのはね多分そのメンバーが話してる多分内容を多分聞かないでコメントしたりとかしちゃうと「あ,のあれ今その話してないよ」ってなるとなかなか話と違うことのコメントって読み取りにくいからそれでスルーされちゃったりするんじゃないかな多分17期生の話とかをしてる時にコメントするといいと思うだから多分その子の配信とかね17期の話してるなって思うタイミングにしたらいいんじゃないかな でもそしたら返してもらえるんじゃないかな。まあ、でも確実なことっていうものはなかなかないから難しいけど。えっと、ああ、もう45分だ。じゃあ次はね、10時、あもう10時1分から始めますね。はーい。それでは、バイバーイ。バイビー。 サワーは舞台のオルです。イエー、こちらこそありがとう。レピー。